朝5時から10時限定の全品ドリンクバー付きお手頃モーニングを食べに来ました。なんと新メニューで目玉焼き納豆朝食が399円、こちらが目玉焼き朝食が359円、目玉焼き雑炊が299円と、こちらがすごい安くなっているフライドエッグモーニング299円で、100円プラスするとホイップクリームとあんこが、それとヨーグルトかながついて399円。今日は2人で来たので、こちらの299円のと100円プラスの399円、こちらを頼んでみたいと思います。他には今話題の光考案冗談抜きでうまいシリーズもすごくね、量というかメニューが増えてます。これね、すごく有名になりましたよね。黒カレーチーズとハニーマスタードの冗談抜きでうまいハンバーグで、次がこれがグルメバーガーと、こちらが牛焼肉定食、おかんの骨付き唐揚げ、冗談抜きでうまいおかんの唐揚げ定食。こんなにね、いっぱいメニューが増えてました。オーダーしたのが届きました。こちらが299円、これにドリンクバーのドリンクも飲み放題です。結構いい感じじゃないですか、299円。それと100円アップするとめちゃ豪華になります。ついてるのに小倉とホイップクリーム、あんことホイップクリーム、それとヨーグルトがついてきます。この差が100円っていう感じです。今日はジョイフルに299円の朝食を食べに来ました。どうなんだろうと思ったんですけど、このパンはご飯とロールパンにも変更ができるようです。で、100円あげるとね、オグラとヨーグルトになってるんですけど、よくよく見たらね、卵が入っていない。卵今高いからね。で、バターもちょうど1枚分かな、普通のトーストです。なんかこの299円のができてるって知らなくて、最近なんか新しくできたメニューらしいです。朝のね、5時からやってるようですよ。朝の5時から、10時までかな、食べれるみたい。今まではね、なんか400円とか500円の朝食だったんですけれど、なんかね、すごくお手軽価格で、もう自分で作るよりも食べに来た方が、ドリンクバーもついてるので、ドリンクも飲み放題なので、結構お手頃価格というか安いですよね。パンはね、なんかめっちゃ美味しいというほどでもないけど、普通の食パン。卵は今めっちゃ高いから味わって食べなきゃ。野菜はもうドレッシングかけてきてあります。最初からドレッシングは選べない。なんか別になんかこれはっていう感じではないけれど、お値段も安いし、ジョイフルはあのテーブルが広いので、なんかパソコン持ってきて作業しながらでも食べれる感じなので、朝活もできます。カフェラテもちょっと苦い感じ。苦いよね。あ、カプチーノやって、オレンジソースがなかったか、リアルゴールド飲んでください。ほっとして、あのそのヨーグルトちょっと見せて、中に何か入っとるの、これコーンフレークじゃない、中ちょっとこう中身上げてみて、いやいやいや、上げてみて、中を作って、まさかのコーンフレーク底上げしてある。まさかのコーンフレークが入っています。しばらくはね、朝活で
おうち時間がすごく長いので、ちょっと外に出て気分転換したいっていうので朝活がねしばらく流行ってましたけど、今も流行ってるかな。最近はもうお出かけ皆さんするようになったので、いろんなところにお出かけされるけど、お出かけの前にちょっとなんか食べていくっていうのにはね、299円で結構お野菜もいっぱい取れて、パンも1枚焼いてあるので、食べ過ぎずちょうどなんか腹ごしらえするのにはいい量だと思います。これドリンクバーがついてるので、結構ねここに来たら長い時間いろいろ作業したり、いろいろ携帯いじったりとか、お勉強したりとか、昔はなんか学生さんが多かったような気がするんですけど、今はね結構いろんな年代の人が来てるみたいです。今卵がめっちゃ値上がりしてて、目玉焼きを1個から1個しかできないけど、目覚ましテレビやったかなんやったかなで昨日やってたけど、卵を冷凍して、冷凍した卵の殻を剥いて半分に、卵を丸い卵を冷凍して皮を剥いて、その丸い卵を半分に切って、その半分に切ったのをこういう風にフライパンに置いて焼くと目玉焼きが2つできるって2人分目玉焼きができるって、ちっちゃな、じゃあうずらの卵でもいいって感じやけどね。ですき焼きの卵をもう普通の卵じゃなくてうずらの卵にする人も多いらしい。うずらの卵は足りてると、どうなん、うずらの卵がね、なんか減ってくるといろんなメニューも値上がりしてくるから、それに伴って大変ですよね、家計の方が。昨日ヨーグルト甘い、甘くはない、酸っぱい、ソースは甘い、ヨーグルトは酸っぱい。これ聞いた話で定かじゃないけど、ジョイフルのポイントを貯めるとなんかもらえるらしいよ。なんかジョイフルのポイントをどうやって集めるか知らないけど、ジョイフルのなんかアプリをダウンロードかなんかしとくと、ジョイフルに入った時点でポイントがつくらしい。でその毎日地道な努力をしてポイントを貯めていくと、なんかいろいろ無料で食べれるやつ、なんか特典がつくらしいです。でそれをダウンロードしてこようと思ったけど、朝バタバタしてたのでちょっと忘れてきたのですが、そのやってる人に聞いたら、毎朝地道な努力が必要って言ってた。でそれを貯めて、なんかお友達となんか食事会をするときにそれを使って一品頼むそうです。そういう楽しみ方もジョイフルあるみたい。何ヶ月かぶりかにジョイフルに来たけど、メニューが一新してて全然変わっててびっくりしました。なんかこのヒカルさんのメニューがねいっぱい出ていて、あ、これいろいろなんかコラボ企画にした時のことをいろいろ書いてあったりとか、新しいメニューとかがなんか次から次に出てきてるみたいです。前ハンバーグが出た時に食べに来ようかなと思ったんですけど、その時はねめっちゃ人が多くて中に入れなかったんですけど、今はねだいぶ落ち着いているみたいです。ちょっと機会があったら、このヒカルさんの冗談抜きでうまい冬の新作、もう春ですけど、また春になったら出るのかな、を食べに行きたいと思います。期間限定かと思ったら、なんかまだずっと一番最初のからあるみたいなので、それも食べに来てみたいなと思います。今日はこちらのなんかね、満足モーニングっていう今まであったのもあるんですけど、これ5時から10時までの限定のお手頃モーニングっていうのを食べに来ました。299円でこのクオリティはすごいなと思ったところです。お腹いっぱいになったので今から帰ってお仕事をしようと思います。5時から空いてるのでね、本当に朝早くご飯の支度したくない時なんかね来て、食べてゆっくりして、後片付けしなくていいのでやってみるといいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。